ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はコースで使えるドライバーショットの低いボールの打ち方、これを皆さんに伝授していきたいと思います。低いボールはボールを右に寄せて打っていけば打てるんですね。ですが結構安定したスイングをする方でもコースで低いボール打つといいよというと、いやちょっと不安ですみたいなことがよくあるんですね。ですからこういう方法でぜひ低いボールをチャレンジしていただくと、コースで使えるショットになると思いますので、ぜひ実践してみてください。私三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。本当に皆さんいつも感謝してます。ありがとうございます。そして動画を見てくれてる皆さん、コースで使えるショット今日はやりますからね。では早速打ちたいと思います。低いボールを打つ、これは通常の位置、それに対してボールを少し右に寄せる。ですからドライバーでいうと結構真ん中にボールがある状態ですね。それに対して打っていけば低いボールが打てるわけですが、結構この低く打つというのは違和感がある方が多くて、例えば少しフェースがかぶってしまってこんな風に全くボールが上がらない、もしくは少しクラブヘッドが上から入ってしまって右側にスライスが出てしまったり、こういうミスも、出なくはないです、もちろん。ですが、このミスを恐れて高く打つこともリスクがあるようなケースもあります。風が強い時とか打ち下ろしとか、とにかくボールを低く打った方が早く地面に落ちますので、少し曲がってしまった場合もなんとかコース内に収まる、そういうことが結構多くあったりします。そこでボールを通常の位置よりも中に真ん中ぐらいにしましょう。そうするとちょっと違和感が出る方、ボール半分、いや4分の1でいいのでちょっと中に入れてみてください。4分の1であれば普段の位置に対してほぼ変えてるという感覚はないと思います。感覚的には全く変わってない。だけど実際にボールは少し右にある。この状態を作ってあげればいつもと全く変わらないような気持ち、打つ前には認識はしてます。ちょっとボールを中に入れたよという認識はあるんですが、見た目のパッと見た感じはそんなに変わらないし、それに対して打っていけば少し低い弾道で打つことができるんですね。中弾道といいますか、あまり上がりすぎない、そして、全く上がらないわけでもない、そういうショットが打っていけるということになります。こんな風に、自分の感覚としては違和感がない程度に、だけど確実に少し変わっているという状態を作っていくのが大事。ですから通常の位置に対して打っていけば高く上がってしまうものも、それに対してちょっとだけ、ほんのちょっとボール半分、4分の1でいいから寄せて打っていけば弾道を低くすることができます。そしてスイングとしては全くと言っていいほど違和感がない、そういう状態を作り出すことができますので、こんな風に自分では違和感がないんだけど、実際の形がそういう状態になっている、こんな風に人間の感覚をうまく使う、うまく自分を騙す、そういう方法をとって、コースでうまく実践してやってみてください。自分のやりやすい、その自分として合ってる方法を少し工夫していただくだけで、十分それを